猟奇の果て、江戸川乱歩、前回の続きからです。名探偵明智小五郎右の出来事の翌日、明智小五郎は、警視庁に馴染みの浪越警部、 当時彼は捜査家の重要地位についていたを訪ねて人を避けた一室に対談していたこれは偶然の一致である明智小五郎は何も偉人片手事件に特別の興味を持っていたわけではない当時世を騒がせていたもっと別な事件について彼自身その捜査の主役を演じていたものだから自然捜査課を訪れることもあったのだ に波越警部とは「蜘蛛」と「子」以来の馴染みゆえお互いに遠慮のない話も弾むのであるそこへ取次ぎ役の巡査が入ってきて鬼警部の前に恐る恐る一葉の名刺を差し出した「科学雑誌社長品川四郎お妙な人が訪ねてきたな話でも聞かせろというのかな」。 裏に要件が書いいてございます巡査が言った「大滝にて発見された婦人片腕事件につきぜひぜひお話申し上げたく」「うん例の片腕事件だ何かあるかもしれんね明智さんその人知っているのうん名識はある親しいほどではないんだが一度会ってみよう」 じゃ僕は遠慮しようか。いやいや帰っていてくれる方がいいよまた君の知恵を借りることがないとも限らぬははは。<laughs> とこれは鬼警部の照れ隠しである彼は明智小五郎を畏敬しながらも刑事上がりの老練家として素人探偵の助力を頼ることを日頃からいささか不面目に感じているのだやがて巡査の案内で 読者諸君に馴染みの品川四郎が入ってきたさも科学屋さんらしく黒の上着に島のズボンの堅苦しい服装だ一応挨拶が済むと彼は早速用件に取り掛かった実は行方不明の女があるのですもう5日ほどになりますいや女ばかりではありませんその婦人の亭主も女よりも1日2日早くどこかへ姿を消してしまったのです 青木愛之助といって私の友人なのですが今朝の新聞を見るまでは大したこととも思っていませんでした青木という男はひどく気まぐれでそれに本宅は名古屋だものですから黙って帰ってしまったのかもしれないくらいに考えて実はまだ警察へもお届けしていない始末ですところが昨日問い合わせてあった名古屋の実家から「まだ帰らぬ」という返事を受け取るその根調例の新聞記事です どうもとんだことが起こったのではないかと非常に心を痛めている次第です。と申しますのは新聞に出ている女の指にはまっているという指輪ですがあれがその今言う青木の妻のよしえのものとそっくりなのです。でもしやと思いまして私よくその指輪を覚えているものですから実物を一度拝見したくてお伺いしたわけなんですが「そうでしたかよくお尋ねくださいました早速お目にかけましょう。 耳寄りな話に警部はすでに犯罪の手がかりをつかんだかのごとく喜んで自らそれを保管してある室へ行って石巡査に瓶詰めの片腕を持たせて帰ってきた覆いの白布をのけると瓶の中に防腐液につけた不気味なものが指を上にして生えたように立っていたご覧なさいこの指輪です 品川は机の上に置かれた瓶に顔を寄せてしばらく眺めていたが防風液が濁っていてはっきりわからぬので警部に断って瓶を窓際に持って行きふたを取ってしばらくの間綿密に調べていたが見極めがついたのか元の席に戻るとやや青ざめた顔をして「やっぱりそうですた。間違いなく青木よしえの腕です」 と低い声で言った見違いはありますまいねえ。波越氏も真剣な調子である。決してこの特殊の彫刻は青木くんの好みでわざわざ掘らせたものですから吉江以外の人がはめているはずはないのです。品川氏はそう言ってまた瓶の置いてあるところへ立っていって入念に検査していたが。 やがて深いため息とともに瓶の白布を元のようにかぶせて「恐ろしいことだ恐ろしいことだ」と,だと独り言を言ったその調子が何かしら意味ありげに聞こえたので警務は逃さず「思い当たることでも終わりなのですか?」と尋ねた「あるのです実はそれもお話しするつもりで伺ったのですが」 あまり変なことなので、私の言葉を信じていただけるかどうかを危ぶむのです。ともかく伺いましょう。無論、犯人についてでしょうね。そうです。突然申し上げると、こいつ、気でも違ったのか、夢でも見ているのかと、お疑いなさるか存じませんが、この事件の裏には、おそらく私と寸分違わない、誰が見ても私と同じな、 もう一人の私ががを操っているるると信ずるべき理由があ何で,ですっておっしゃる意味がよく分かりませんが警部が変な顔をして聞き返したそばに聞いていた明智小五郎もこの異様な話に興味を覚えたのか品川四郎の顔を穴のあほど見つめているいやお分かりがないのはごもっともです 私だって最初は自分の頭がどうかしたのかと疑ったほどです。しかし、私はもう半年もの間、その私と寸分たがわない怪物のために悩まされているのです。私だけではありません。今申し上げた青木くんもこのことはよく知っているのです。実を言いますと、もう長い間私は、こんなことが起こりやしないか、起こりやしないかと、びくびくのでいました。その私と同じ顔の男が、 ひどい悪党であることがよくわかっているものですから今度の事件だってそいつの深い企みです殺されたのは私の友人の細君いや細君ばかりじゃない青木君自身だって今頃は生きているか死んでいるかわかったものではありません両人とも私と関係の深い人ですその下主人が私と寸分違わない男だとするとどういうことになりましょう 差し詰め、疑われるのはこの私です。ね、この私です。私はそれが恐ろしいのです。で、よく事情を話しして、悪人の線を越して、私自身はこの事件に何の関係もないということを、はっきり申し上げておくために、急いで伺ったようなわけなのです。伺いましょう。できるだけ詳しく話してみてください。ここにいるのは、ご承知かもしれませんが、有名な民間探偵の明智小五郎氏です。 お話のような事件には明智君もきっと興味を持たれることと思いますから品川氏は明智と聞いてちらとその本を見てちょっと赤面したなぜかわからない明智の優れた才能を知っていてこの思いがけない外交を喜んだのかもしれない彼は長い物語を始めた それは全て読者の知っていることだからここには省略するがバスへの活動小屋で見た会写真のこと新聞の写真に顔を並べた2人の品川四郎のこと赤い部屋の驚くべき対面のことそのもう一人の品川が青木の細君と道ならぬ関係を結んでいたらしいこと青木がそのために非常に悩んでいたこと1週間ばかり前 それが青木の顔を最後に見たのだが彼が夜更けに突然訪ねてきて「君は確かに品川君だろうね生きているんだね」と妙なことを口走ったままぽいとどこかへ立ち去ってしまったこと間もなく細来の義恵が行方不明になったことその時青木の住所の付近で品川と義恵とが肩を並べて歩いているのを見かけたものがあること と,うとうを詳細に物語そういうわけだからこの料理の行方不明事件の裏にはあの怪物がいるに違いないしかもその恐ろしい罪を本物の品川四郎に転嫁しようと企んでいるに違いないと結論したのであるこの機械旋盤な物語が波越氏をまた明智小五郎王も打ったことは確かである。 波子氏のごときは赤ら顔を一層蒸気させて熱心に聞き入っていた物語を終わって聞き手が事情を飲み込んだと見ると品川氏はホットアンドの程でいつでも必要な時には呼び出してくださるようにと言葉を残していとまを告げて立ち去った小説みたいな話だ双子でなくてそんな寸分たがわの男がいるなんて 信じられんような気がするがねえ越氏は品川の言葉に従って手配を運んだものかどうかと迷っている様子だ非常に面白い信じる信じないは別としてこれはバカに面白い事件らしいよ明智はいたずらっ子みたいな表情をしていった面白いには面白いが。 いや、僕ののの言ううはは君の意味とは違うんだよ。今の男は少なくともテツナにかけては苦労とも及ばぬ手腕を持っているということだな何だって明智が変なことを言い出したので並氏はちょっと面食らった形であるまあその腕のつけてある瓶を調べてみるがいい。 君は話に夢中になってあの男の挙動を注意しなかったようだがあいつ大変なやつだよ。波越氏はそれを聞くとハッとしたように立ち上がって窓際に近づき瓶の覆いの白布を取りのけてみた同時に「あという叫び声瓶の底に一本の指が切りされてふわふわと漂っている。 指輪が指輪が。警部は開いた口がふさがらぬ実にうまい手綱師じゃないか指輪の彫刻を調べると見せかけて素早く指を切って指輪だけ抜き取ってしまったんだ大事な証拠を抜き取ってしまったんだ指に食い入っているので切らなければ抜けなかったんだよそれを君は警部は真っ赤になってどなった 知りながら黙っていたのか。うんあんまり見事な腕前に見とれてねだが安心した前指輪はここにある明智はそう言って直機のポケットから白銀の細い指輪を出して見せたいつの間にあの男を戸口へ見送りに立つ時さあいつまさかここにもう一人手綱使いがいるとは知らなかったろうあまた君の推挙か。 それはいいが肝心のあいつを逃してしまったじゃないか。指輪よりもあいつの方が大切だ。証拠隠密にやってくるからはあいつこそ犯人かもしれない。僕はそうは思わぬ。指輪のなくなったことはすぐ知れるんだ。それを顔を晒して盗みに来る奴が真犯人だろうか。まさかそんな無茶をする奴はあるまい。多分部下のものだよ。今騒ぎ立てたら大物が逃げてしまう。まあ慌てなくてもいい。 こいつはひどく面白そうだから、僕も一肌脱ぐよ。いや、あいつを追っかけるのは吉田前。このくらいの犯人になると黙っていても向こうから接近してくるものだよ。現に今の仕草だって、味方によれば我々に対する挑戦じゃないか。いかには犯人が警察に戦いを挑んだのは事実であった。だがその他の点では、さすがの明智もとんだ思い違いをしていたのだ。 それほど犯人のやり方がずば抜けていたのだ明智の思い違いはまもなくわかる時が来たそんな議論をしている間に30分ほど無駄な時間が過ぎたそこへ最善の取次巡査が変な顔をしてまた名刺を持ってきた品川四郎今度のは科学雑誌社長の肩書がない 今の男じゃないかそのようですそのようですって顔を見ればわかるじゃないかええしかし巡査はなぜか妙な顔をして答えかねているともかくここへ引っ張ってきたまえ逃しちゃいかんよ警部は厳しい調子で命じた 待つほどもなく品川四郎が銅のところに現れた取次巡査はその後ろに逃すまいと頑張っている何かお忘れ物でも警部は強いて笑顔を作っていったえ品川氏は度肝を抜かれた形だ君は三十分ほど前に 指輪を抜き取って書いたばかりじゃありませんか。途中で指輪を落としたとでも言うわけですか。え、僕が三十分ほど前にここへ来ましたって。この僕が。品川氏は何が何だかわからぬ様子であったが、まもなく部屋の空気や警部の表情からある恐ろしいシーツを察して、ざっと眼色を失い、その場へ棒立ちになってしまった。 あいつだ「あいつだあいつに線を越されたのだ」。品川氏はうつろな目で一つところを見つめたままぶつぶつとつぶやいていたがやがて気を取り直して「よく見てくださいこの僕でしたかこんな服装をしていましたか」。言われてみると同じ黒の上着同じ島ズボンではあったが自筆や島柄が違っていた。 まさに夢のような出来事である。あまりのことに主客とも一座しんと静まり返ってしまったするとあいつ何から何まで本当のことを言ったのだな僕たちを満着する夢物語ではなかったのだなさすがの明智小五郎もこの想像のほかの機会ごとに思わず席を立って真っ青になって叫んだ。 彼はかつてこのような痛烈な侮辱を被った経験を持たなかったのであるマグネシウム滑稽なお茶番だが考えてみると世の中にこれほど恐ろしいお茶番はない結局千の品川は大胆不敵な偽物であってキャツこそ党等の殺人者であることが明らかになった 本物の品川は詳細なる陳述、並びに証拠物件の提出によって証拠物件というのは例の幽霊男の写っている勇敢の切り抜き、青木から品川に宛てた事件に関する手紙、愛之助の書斎で発見した日記帳などであった。警察当局者もこの真価不思議を信じないわけにはいかなかった。そこで、 青木の日記帳で分かった池袋の洋拓を調べたり麹町の例のインバイヤドのお紙を叩いてみたりできる限りの捜査を続けたが幽霊男の方ではそんなことはとっくに予期していたところどこを探しても髪の毛一本の手がかりさえなかった約一ヶ月の間幽霊男は不気味な沈黙を守っていた。 美人片腕事件で線香花火のようにパッと世間を騒がせておいてそのまま尻切れトンボになってしまった「波越鬼警部と明智小五郎の面前に突如姿を現して不敵の挑戦を試みたほどの彼警察の捜査を恐れて鳴りを潜めたのではない何かしら非常に大掛かりな陰謀を企んでいるその準備時代なのではあるまいか」 少なくともここに一人科学雑誌社長品川四郎はそれを確信していた彼は何でもない人に言葉をかけられただけでもビクッとして飛び上がるほど神経過敏になっていたかぜ品川の予想は的中した1ヶ月の後7月半ばのある夜のこと幽霊男は実に奇妙な場所で 奇妙な仕草をしているところを発見されたしかもそんな奇妙な仕草をしながら彼は一体何をしていたのかどんな犯罪が行われたのか少しもわからないという非常ななてこ事件なのだその夜更け A 新聞社会部の記者と写真部員とか肩を並べて麹町区の寂しい屋敷町を歩いていた。 A 新聞では当時「大東京の深夜」という興味記事を連載していてこの二人の記者は今夜少し方面を変えて不合外田探訪を志したのであった彼らが今差し掛かった町は不合貝中の不合貝片側は何公爵の森林みたいな大邸宅片側は見上げるような高い石垣の上に。 ずっと一丁ほどもコンクリート塀の続いた千万長者の宮崎つねえも氏邸の豪壮な構えだ。この途方もない石垣の下の溝の中に古文をかぶって寝ている不良者というのはどうだいふふん、<laughs> こんなとこに不良者がいるもんか。それよりはこの高い塀を乗り越えている泥棒でも想像した方がよっぽどいい景色だぜ。 彼らがそんな冗談をささやきながら坂を下ってゆくと乏しい街灯の光の届かぬ暗闇に何かしらうごめくものを発見した鋭敏な新聞記者の神経にはっとある予感が来た「し、何かいる隠れるんだ」「2人は石垣をはうようにして前方をすかしみながらそろそろと進んでいった」 泥棒だ。なんとまあ今その話をしていたばかりじゃないか。